辺野古反対派ジュゴンで最低でも圏外とバレる先日沖縄県にてジュゴンの死体が確認されましたこのジュゴンが亡くなったことを受けて辺野古反対派が辺野古移設が原因でジュゴンが死んでしまったと主張しておりますがこちら完全なデマであります今回死亡が確認されたのはジュゴンの個体 B でありこちら地図で見ますと赤丸の部分が 死体が発見された地域になるんですけども縄張りがですね辺野古ではなくてこの赤丸周辺でありジュゴンの死亡と辺野古施設は一切関係ないことが皆様お分かりいただけるんじゃないでしょうかこの死亡が確認された個体 B は高齢でありいつ死んでもおかしくない状態だったんですが このジュゴンが辺野古からですね、亡き神村まで今回死体が発見された地域まで移動するには、海を100キロほど歩かなければいけません。それに対し辺野古反対派は辺野古と亡き神村は10キロしか離れていないと主張しておりますが、このように陸地が遮っておりますので、ジュゴンが陸上を歩いて、 移動できるのであれば確かに1 0キロで移動できるかもしれませんけどもそうではございません辺野古反対派この辺野古と亡き神村の位置関係沖縄県民であれば誰でもわかる位置関係を理解していないということが明らかになりましたこのジュゴンの一件 絵のことは一切関係がございませんので、皆様デマに騙されないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。